自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかでほとんど決まるな。アルミン、お前まさか。エレン、悪いけど僕は海を見るまでは死ねない。だから大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いや、違うぞ。俺が知ってるお前は。エレン、分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。僕がエレンに嘘ついたことあった？だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。やっぱり勝負はもうついてたんだ。おそらくは重度の脳震盪、まだまともに立ち上がることもできないようだね。もう十分だ、終わりにしよう。アルミ、君は最後までよく戦ったよ。なぜだ、アルミンを吹き飛ばせない。なぜアンカーが外れないんだ。近づくことはできないはずなのに。やっぱり骨は消費しないんだ。肉に刺さなければアンカーは抜けない。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。けどアルミン、それが君の最後か。君がその知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやって炙られ続けることなのか。息が、これ以上はもう、いや、まだだ。この程度じゃ足りない。もっと時間を稼ぐんだ。一体何がしたい、陽動か。エレンならまだあそこでくたびれたままだぞ。ミカサたちもあっちでライナーに手一杯。本当に何もないのか。これで本当におしまいなら、分かったよ、今楽にしてやる。耐えろ、まだ離すな。エレンに託すんだ、僕の夢、命、すべて。僕が捨てられるものなんてこれしかないんだ。きっとエレンなら海にたどり着く。海を見てくれる。さあ、次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。陽動作戦。最初にエレンは動けないと思わせたのも、アルミンの抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ。全ては僕の周りに敵がいなくなったと思い込ませるため、僕の隙を作るため。
僕がエレンに嘘ついたことあった？クソ、分かってたはずなのに。お前、なんでやり返さないんだよ。やり返さないから舐められる。負けっぱなしでいいのかよ。僕は負けてないよ。は？僕は逃げてない。お前、名前は？分かってた。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。